ブルーズメイトチャンネルをご覧の皆様、ガゴリです。どうも。です。ですね、今年2017年ガゴリなんと30周年の年ということですね。来ましたね。7月15日渋谷蔦屋大イーストで30周年記念ライブがもうすぐですけどね決まっています。こちらの方ですね、まあ盛りだくさんで、出し押ししない内容となってますので、ぜひ集めてください。それ以降もですね、ライブがどんどん決まってまして、はい、まず大阪の方でワンマン、はい、ライブが8月11日、12日と、アーベのロックタウンでバトルガーゴイル、アンティークガーゴイルということですね、ガーゴイルの違った一面をそれぞれ出した一日、はい、で、あとは東京の方は8月の19日に、人間室とのツーマンがありますね。濃いね、それ。濃いね、濃いね。濃いツーマンだね。多分もうドラムのノブさん同い年ぐらいなんで、多分同世代だと思いますよ。皆さん多分一緒ぐらい、ね、同世代ぐらいだと思いますんで、まあどちらも、ちょっと方向は違いますけれども、うん、それぞれ個性のある、ハードロックメタルバンドの対バンとなります、はい、でそれが終わりますと僕たちは9月の3日から、全国14本、10月の17日まで、ワンマンツアーベスト30イヤーズということでですね、その30周年を記念したワンマンツアーがあります、はい、アルバムも出ますからね。そうなんですよ、そのベスト30イヤーズというのが実は、今回出すベストアルバムのタイトルで30年間のオールタイムベストということですね。30曲を30曲全て取り直しで作りましたね。これいかがですか、はい、意外と、まあガーグルファンの人だったら曲は知ってると思うんですけど、うん、細かく変わってますよ。お、ベースのフレーズとかね、ギターのソロのちょっとフレーズとか、うん、そこをちょっと聴き比べるのも楽しいかもしれないですね、マニアな楽しみ方で、うん、はい、あと手に入りづらかったね楽曲がね、うん、入ってたりもしますし、うん、どうですか。いや本当にね、すごくいいノリに仕上がってるし、やっぱこうみんな演奏してきた曲なんで、いい感じに音源も仕上がってますので、はい、楽しめると思います。はい、ぜひ楽しんでもらいたいと思います。それ以外ね、SE も入ってたりとかね。そうですね、はい、今まで、まあ11年ぐらい前からこうガーゴイルオリジナルで作った SE をこう今まで出す機会がなかったんですけど、ここぞとばかりに、はいはい、出したので入れちゃいました。4枚組、はいはい、30曲プラス SE10 曲と、はい、そうですね、なんかやっぱりライブの前にあれ流れてるじゃないですか。そうね、なんか聞くと心拍数上がる、うん、条件反射的にあと時代を思い出すよね。ああ、こんな時代あったあった、ね、あるで、ね、SE 聞いたらね、うん、そういう CD が出たりとか、ライブの方も盛りだくさんでやってますので、もしですね、この無料チャンネル見ていただいて、ちょっとガーゴリに興味が出たという方がいらっしゃるですね、全国でライブもあります。CD の方でも聴けるので、ぜひ一度ガーゴリに接してみてください。よろしくお願いします。じゃあ、ガーゴリでしたー。